6番の高木は今度は関東勢の後ろへと乗り換える動きでしょうか。スピードが合致しました。1番の小林と7番の阿部、主導権争い早くも激化か。7番の阿部拓磨が2番手、岡田誠也の内で止まりますが、さあ1番の小林大成にとっては勝負どころ。残り1周半、2番手は7番の阿部拓磨、粘りまして外は4番の岡田誠也だ。3番手も並走で3番の杉山と、外は5番の岡田太一ですが、わずかに3番手は3番の杉山が勝ち取りました。先頭は1番の小林大成。最終周回、2番手争い阿部拓磨と岡田誠也の競り合いだ。さあ内を7番の阿部拓磨、4番岡田誠也を下せるかどうか。先頭は1番の小林大成マイペース、番手を奪い取った7番の阿部、3番の杉山優也。北日本ラインが2番手から4番手で4番岡田誠也を交代しました。先頭は1番の小林大成、2番手には7番の阿部拓磨が迫って、外から3番杉山優也が追い込んでくる。小林大成、杉山優也、小林大成降臨。わずかに1番の小林大成しのぎました。